はい、どうも、皆さん、こんにちは。浩平でございます。ということでですね、まぁ、今回なんですけども、ちょっとね、また考察動画と、なります。はい。まぁ、スクスター動画もね、あげようかなと思ったんですけど、まぁ、とりあえずね、あゆむちゃんの UR が来るまでは、ちょっと一旦待ちたいなと思いまして、お送りしていくわけなんですけども、フェスがね、まぁ、終わって一週間、経ちまし、まぁ、経ってはいないか、前日物販からだから、まぁ、前日物販から数えたら、まぁ、一週間経ちましたけれども、いやー本当に、あっという間というかもう本当にあっという間でしたね。うん、ディレイビューイングもね、本当、できれば行きたいんですけど、なんか、ぼっちで行くのもね、それはそれでちょっと嫌なんですよね。うん、だから、できればね、ちょっと、誰かしらと行きたいなと思ってるんですけれども、なんかフェスが終わったと同時に、なんか、僕は会場内にいたんで知らなかった。てか、ツイッター見てないんですけども、なんか、ファイナルライブが、アクアのファイナルライブが行われるよっていう発表がされたみたいな。いや、これデマ情報ですよ。これガセですからね。ガセ情報がなんかそれ流れたっぽいんですよ。はい。っていうのをなんか僕の身内からちょっと連絡が来まして、と思って、新プロジェクトの情報は出たじゃないですか。これは出たんですけども、なんかそんな情報なかったからどういうことなんだろうと思って、で、それでですね、ふと思ったのが、アクアの次のナンバリングライブいつやるんだろうなって、っていうのがすごい気になったんですよね。要はアクアライブの方最近全然行ってまあフィスライブ以来行ってないじゃないですか、ナンバリングに関しては。だから次をいつ行うのかなっていうのがすごい気になるのと、まあそういったね時期的な意味も含めてね、まあアクアのですね一応シックスライブ、まあ括弧仮としておきますけど、シックスライブはいつ行われるのかっていうのをねちょっと考察の方ねしていきたいなと思います。まずはですね、まあ、そもそも6ライブが行われる可能性があるのかないのかってことなんですけども、これはですね、可能性的に十分あると思います。はい。というのも、やっぱりこう、ラブライブフェスの時もそうでしたけど、やっぱり結構アクアがこう仕切ってるような感じがあったんですよね。で、アクアはまだまだ今後もうどんどんこう、ね、イベントとかにも多分出ていくと思いますし、まあ劇場版は終わりましたけど、そういった、なんだろう、リアルイベントではこう、どんどん出演とかもしていくから、だからナンバリングライブに関しては全然行える、余裕はあると思うんですよね。まあ、だから結構個人活動が盛んにはなりましたけど、まあ、でもナンバリングに関しては行えるほどの、まあ、余裕はあるんじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、まあ、行われる可能性はあるとし、まあ、見た上で、時期的な問題ですよね。僕はですね、これ時期に関しては、まあ、まず下半期じゃないかなと、年内の。年内には僕、一回はやるだろうと思っていて、下半期に行われる可能性があるんじゃないかなと思ってます。まあ、まず8月とか夏休み中はね、まあ、一番その人が集まりやすい時期ではありますけれども、まあ、皆さんご存知の通り、東京オリンピックがありますし、まあ、会場に関してはもう到底抑えられないだろうと。アニ様がね、8月に予定通りに行われるっていうのは、あれが本当奇跡に近いですよね。うん、あれほんとすごいなと思ったんですけども、だから兄様ぐらいですよね、多分そういうの、できるのって。うん。だから他ができないから、多分僕はね、10月とか11月ぐらいにね、こう、まあ、9月か10月、11月ぐらいにこう、回されるんじゃないかなと。で、行うとしたら、ま、そこなんじゃないかなって僕は思ってますね。まあ、要は、2017年、2018年の時って、年に2回ナンバリング行ってたじゃないですか。2017年はアクアファーストライブ、そしてセカンドライブが夏休みにありましたよね。で、その後サードライブ。まあ、フォースライブがですね、11月にありました。そしてフィフスライブ。フィフスライブがですね、まあ、去年の、5月か。あ、ごめんなさい、6月ですね。6月にありましたよね。で、まあ、それ以降ね、まあ、2019年はライブをナンバリングは行わずって感じで、まあ、なっていたんですけども、まあそうなるとじゃあ今年行われる可能性があるよねっていうことで、まあ年2単位でナンバリングを行ってたのが年1になったっていう感じですよね。まあ本来ミューズの時はね、年1ぐらいのペースで結構ナンバリングって行っていたので、言うてだからまあ年1っていうのがまあ通常営業なんですけれども、通常営業って言うとちょっと変ですけども、通常のパターンなんですけども、だから年2でやってた時期が本当すごいっていう感じですよね、ある意味。だからこそね、6ライブは本当に今年の、まあ、末ぐらいに行われ、末というかまあ、後半あたりで行われるんじゃないかなって思ってますね。でもやっぱり行うにしてもね、いろいろと曲の、なんだろう、そういう内容とかは結構豊富にあるし、それこそだから総集編って感じでありえそうですよね。うん、要は、なんて言うんだろうな、ファーストライブはテレビアニメ一期を振り返る感じで、
セカンドライブもテレビアニメ一期を振り返りつつ、まあ、ハッピーパーティートレインがまあ主体みたいな感じ。で、サードライブはテレビアニメ二期を振り返る。フォースライブは、一期と二期の総集編。で、フィフスライブは劇場版を振り返るって感じだったと思うんですけども、シックスライブは、まあ、改めて劇場版を振り返るような感じ のライブかもしれないし、サンシャイン全体を振り返るみたいな感じのライブかもしれない。まあ、それか、まあ、A to Z とかミホラとかそういうシングル系をね、まあ、まあ、A to Z はスクスタだけど、ちょっとそういったものを主体としたライブになるかもしれないし、全然その、なんだろう、要素はあるので、ライブを行う上での。だから、どういう内容になるかですよね。まあ、あと会場もすごい気になりますけど、どこかね。まあ、会場であり得るとしたら、やっぱり、どうなんだろう。普通に考えたら、まあ、西武ドームとか、まあ、今まで何度も行ってるし、まあでもフィフスの時使ったからまた西武ドームってなっちゃうと思うけど、西武ドームとか、まああと SSA? まあユニットの時に使ったからもしかしたらないかもしれないけど、まあそれか東京ドーム、まあ、でも東京ドームはでも結構箱借りるのにあそこ大変だから、まあ難しいと思うけども、まあ東京ドームとかね。で、あとは、そうですね、本当にだからまだその使ったことがないようなそういうね、キャパが大きいところ、どっかしら抑えるんじゃないかなって僕は思ってますね。まあジャンプアップハイのね含めたね、ジャンピンアッププロジェクトっていうのがね、6月で終わりますので、アクアクラブがそもそもこの先どうなるかっていうのもわからないので、だからこのタイミングでね、一気にこう今後のアクアクラブのことだったりね、今後のライブのことだったりもなんかいろいろとこう総まとめで発表されそうな気はしますよね。はい、ということでですね、まあ今回はまあちょっとねフェス終わったばっかりでね、まああれだったんですけども、次のねアクアのライブがどうなるのかっていうお話をね、ちょっと考察をも含めて、してみました。まあ皆さんねどう思いましたでしょうか。ぜひね、まあ皆さんの意見もねぜひ聞きたいので、コメント欄にねいろいろと書いていただけますと嬉しいです。はい、ということでですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタンとあとチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。もうすぐですね、1万人の方行きますので、ぜひともよろしくお願いします、登録の方。はい、ということで、じゃあまたまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。